どうも、つむつむしみたです。今日はね、星の女神ブルーフェアリー紹介しようかなと思います。まあ、今回復活ということで、ちょっとね、ステイスキルでね、やりたかったんだけど、スキル1、2、3でね、結構強いんですけど、まあ、本当はスキル3でやりたかったんだけど、ちょっと、確かこの前の三が日で復活した影響で、ちょっとね、サバがスキル4まで上がってしまっているので、ちょっと今回はね、スキル4でやっていこうかなと思います。ただね、このツムね、スキル4でね、また、一気に使いやすくなるっていう感じのツムなんで、まあ、実際にね、スキル4の、稼ぎ力を、一緒に確認していこうかなと思います。で、さっきこのツムのね、効率検証をしたんですけど、その時もね、1プレイだけ9000枚くらい超えちゃったプレイもあったので、本当にね、そのスキルマックスとね、なんかそんなに変わんない気もしてきた。で、このツム引くべきかどうかに関してなんだけど、まあ、これ僕まで、僕まじゃない。あくまで僕の意見なんですけど、なんていうのかな。やっぱコイン稼ぎツムっていろんなツム持ってた方が絶対モチベ保てると思うんだよね。個人的には。なので、まあ、低スキルで稼げるツム。まあ、今回の星の女神ブルーフェアリーみたいに、低スキルで稼げるツムを、まあ、息抜き程度に使っていくみたいな稼ぎ方もありなんじゃないかなと思ってるので。はい。まあ、持ってない方はね、ぜひ、土手確保してもいいんじゃないかな。まあ、ただね、爆死する可能性があるので、今回当たり枠が1体しかいないので。星の女神ブルーフェアリーしかいないからね、今回当たり枠が。もうそこは気をつけてください。まあだからまあコインに余裕がある人、300万コインくらいあれば、300万、いやどうかな。はい。あ、てか、スターウォーズライトサイドセットとか、持ってる人なら全然引いていいと思う。持ってない人は、まあ、そっち、その、新粒の方を優先していくみたいな感じの方がいいんじゃないかな。持ってる人はね、ぜひね、ここでちょっと引いてみて、使ってみてください。あーやばい。どうかな。ちょっと8000枚くらい行きたいんだけど。はい。よし。OK。で、スキル中はね、毎つもなぞると、スキルゲージに反映されやすくなります。OK。ちなみにね、マイナス3段階かかってるね。全スキルでマイナス3段階。全スキルレベルでマイナス3段階かかってるので。そう、最近のツムって、スキル上げていくごとにプラス補正が増えたりとかマイナスが緩くなっていったりとかそういうツムが多いんだけど、このツムに関してはね、効果時間だけかな、変わるの。効果時間とボムの範囲だけが変わるので、そんなに変わんないです。そう、スキル上げてもそんなに変わんないから、個人的にはまあ育てるにしてもスキル4くらいで止めておくのがいいんじゃないかなと思います。で、コイン稼ぎ性能はね、本当にね、マレウスと全く一緒だったね。成長がマジでマレウスと全く一緒です。ロングチェーンのね。ロングチェーンのマレウスと全く同じような成長の仕方をしてたので。はい。OK。うわ、マジか。これいけるかな。よし、最後、大消去しよう。大消去お願いします。いやー、気持ちいいね。お、8000コイン、8000いきました。よかった。まあ、スキル4でもね、こんだけ稼げちゃうので、正直本当にスキルマとね、そこまで大差ないです。そこまで大差がない。ちょっともう1プレイやろうかな。このツームね、1プレイの時間が短いので、それでね、効率がそこそこ、良さげな感じになっております。はい。OK。あと、このツムさ、意外と難しいっていう声が多いんだけど、どう思います皆さん。僕ね、このツムそんなに難しくない部類かなって思ってるんだけど。ほい。ボムキャンも必要ないし、多分ね、その、中心に向かってなぞるっていうところがちょっと特殊なんで、このツム。だから、なんていうのかな。端っこに向かってなぞっちゃダメなんだよね。外側から中に向かってなぞっていかなきゃいけないんで、まあ、そこが慣れないとあれかなっていうくらい、難易度的にもそこまでね、そこまで高くはないかなと思ってるんだけど。はい。
よし。オッケー。いいね。やばい。ほい。よし。あー、このプレイどうかな。よし。気持ちいいね。いや、無言になっちゃうんだけど。いや、このツムね、そう、僕がね、このツム出た時めっちゃ嬉しくて、なんでかっていうとね、僕このツムが出る前から、そのノーマルのブルーフェアリーの、なんか3種類になるスキルが欲しいなってずっと言ってたんだよね、僕。配信動画でも。で、このツムが出た時に、いや、それじゃんと思って。僕が求めていたスキルがついに来たかって思ったんだけど。いや、マジで嬉しかった。でもちょっとね、個人的には、もう一段階補正緩くてもよかったんじゃないかなと思ってるんだけど。マイナス3だとね、まあ、やっぱ若干、きついので。まあ、スキルマックスになったらマイナス2段階になるとかでもよかったんじゃないかな。はい。そうすればまだね、スキル6にする価値がまだあったと思うので。マレウスとさ、まあ、効率一緒だったら、じゃあマレウスでいくかってなっちゃうから。まあ、でもね、やっぱいろんなツムを使っていくっていうことがね、ことも楽しみ方の一つだと思うので。まあ、7000さん、まあ、いっか。効率検証の時はね、ちょっと待ってね。効率検証した結果は、平均がね、7600枚で、1分効率2400枚くらいでした。なんで、まあ、どうかな。スキル4の中では、まあ、強いと言われてるスキル4と同じくらい。上中髪とかね。よし、という感じでした。あー、上中髪の方が上か。いや、どうだろう。うん、シーバズのスキル4がね、1分効率2593枚。って感じなので、まあ、そこら辺と同じかな。そこら辺と同じ感じになっております。はい、ということで、以上、星の女神ブルーフェアリー。結構ね、低スキルから使えるので、ぜひね、ゲットした段階から、そこそこね、ちょっと楽しい感じで使えるんじゃないかなと思うので、ぜひね、ゲットしてみてください。ということで、今回は、星の女神ブルーフェアリーの紹介でした。この動画良かったなと思ったらね、これからチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴、本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかをわかりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。